どうもバルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ前回の動画で、メインストーリーの、ラスボス、魔聖獣プロスペロ討伐いたしまして、次何やるかというとこだったんですが、現在のところ公開されている内容の中で裏ボスというものがあります。マホラット大陸中央エリアのベイナクード、ちょっと私勘違いしていたんですが、サブクエスト全部クリアすると出てくると思っていたんですが、そうではなくてメインストーリーをクリアすると出てくる、サブクエストみたいでございますね。このベイナクードの今全5回まで来てます。この1回からね4回までもそうそうたるメンツでございました。で一度も死なないでクリアの報酬が全部取れてません。なのでもう一回行かないといけないんですが、もうキングスライム、スカルゴン、キラーマシーン、鬼コンボとね、過去の強力なボスが勢揃いでございました。そしてここですよ、地下5階、通称レベル80ですね。そしてスタミナ20も消化する、ボス戦20ターンクリアで、ジェム100個、そしてスキフィニット一度も死なないでて、超武器強化素材と超防具強化素材という、ここでしか取れない強化素材がゲット。そして初回クリア報酬は世界樹のハート、鍵2個ですね。さらにはここをクリアすると、星4の、ここにどこにも書いてないんですが、星4の、女神の指輪というね、非耐性と眠り耐性中がついている非常に、優秀なアクセサリーがゲットできるということでございました。で今回ここについてはちょっとご紹介をしようかなと思っておりまして、まず装備でございますが、主人公はロト装備揃っているんですが、ここのボス、灼熱を撃ってくるということなので、ラダトムの鎧、プラス35しかまだ触れてないんですが、このブレスダメージ軽減がついた装備をしております。で道中ですね、さらにヘルバトラーだったりキングレオなどが出てくるということで、非常に厳しい壇上になってるらしくてですね、満月リングで麻痺ガードはとりあえずつけております。で、サブの方ですが、ここもですね、竜の鱗、炎ブレスダメージ軽減中をサブにはつけていってます。で満月リングで麻痺ガードですね、で僧侶の方も、竜の鱗で炎ブレスダメージ軽減をつけているような状況でございます。でさらにはですね、僧侶の方の武器スキルか、ここにフバーハ、これを打つことで灼熱ダメージの軽減、ブレス系ダメージですね、ブレス系ダメージの軽減がありますので、このフバーハの使い方が非常に重要になるというような状況だみたいです。じゃあ戻りましょう。クエスト、ベイナクードですね、はい。そして、フレンドさんの選択なんですが、できればレベル70以上の、僧侶、で、ヤシャコンを装備している方でブレスダメージ軽減がついているような方が本当はベストなんですが、さすがにそこまで都合のいいのが、都合のいいフレンドさんがいるかどうかというのはね、ちょっと難しいでしょうし、私もおそらくはフレンドリスト見る限りではそういう方はいらっしゃらなかった。ただ最低条件といいますか、僧侶で、なんだっけ、ヤシャコンを装備していて、ある程度レベルが確保できている方はいらっしゃったので、その方が出てきてくれればいいんですが、なかなか出てこない、いらっしゃいましたね、ヤシャコン僧侶の方ですね。で一応目安としては守備力はやっぱり300以上欲しいですね。でブレスダメージ軽減ついてればいいんですが、ブレスダメージ軽減はこの方はついてらっしゃいません。で道具に関してはまず特約層、そして月の恵みですね、麻痺耐性でかつ回復ができる、道具でございます。そして世界中の雫と、あと復活の石は今回ちょっと持っていこうと思います。おそらくは全滅がありえます。で持っていく食べ物としては辛口カレーライス、これは炎ブレスダメージ 20% と、でこれでフバーハと、あと各、装備をしている、各なんていうんだろう、キャラクターが装備しているもののパーセンテージダメージを超える、合わせると大体 80% 以上は、確保できているのかなと思います。 OK。 さあレベルとしては主人公71、サブが66、65、そしてフレンドさんが67。ちょっとですねレベルが心もたない感じでございますが、HP は全員200オーバーという感じまではできております。早速行ってみましょう。出発。いやーここはね相当厳しいらしいのでね、探索開始です。カレーライス耐え上げましてね、行きましょう。まずはギガンテスですか。
まあここはとりあえずは普通に行けると思います。ただ気をつけなきゃいけないのは、道中でこうダメージを負った状態で100、101くらいいましたね。でこれ回復、まあ本意味で回復していきましょう。道具を使っちゃうといざっていう時にあれなので、まあもうほんと回復優先でいかないといけない感じですかね。そしてできればスキルフィッシュで、嫌な感じですねこれ。あーマジかマジか、ちょっとこれは、まあ、とりあえずマジかマジか、いきなりこんな感じか。とりあえずは落とせるだけ落としちゃいたい。 OK、 まあとりあえず落としました。もういきなり開幕しましたね。まあとりあえずは世界中でラッキングレオ来ましたね。世界中でまずは蘇らせて、やべえ失敗した。氷結乱撃を打ってしまった。ベホイミでまず自分、あ自分じゃない、まあいいやまあいいや、そこはまあいい、焦るな焦るな。で瞑想で自回復したい。はあ厳しいな、非常に厳しい非常に厳しい。これ世界樹の葉があと2枚しかないや。とりあえずは、まあ、今いるメンバーで先に進めるんであれば先に進みたい。うわこれは厳しいわ。あ間違った、ヒャダルコ使っちゃった。ちょこれはもうさすがに道具使いましょう。薬草でまずは、あ麻痺回復した方がよかったか、麻痺回復した方がよかったか。で凍える吹雪はとりあえず耐えれるかな、耐えてもらって OKOK、 ちょっとここでガード使ってまずは薬草でマルベリを回復しましょう。そして道具が回復したタイミングで、お戻った、ちょっと待った、まあいいや時間がもったいない、とりあえずはホイミで、で氷結は溜まったけどこれいまいちなんだよな。よし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 、マルベリーショックがでかい。じゃ氷結乱撃いまいちなんだよなこれ、やばいな、これはきついよ本当に。よし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 、ギガスラでなんとかならないか、なんとかならないか。うわーなんともならん、あ間違った、ウバー扱っちゃった、何やってんのさっきから、ウバー扱ってしまった。あー死んだ、あー死んだ、これはもう無理だな。いやーこれ復活の石使う前に取り直すかなやばいなこれ、そなんか対策もクソもないようなけ、麻痺耐性もこんだけ上げてんのに、いやーこれは厳しいわ。ちょっと死なないでほしいな。まあ、主人公はなんとか耐えれてますが、あ倒せないよし、これで、まあ、倒せましたが、どんなもんでしょうかねこれ。多分1バトル目でやっぱ死なずに行かなきゃいけなかったっていうのもありますし、いやこれザラキとか打ってくんだろうな。とりあえず回復できる人を一旦蘇らせましょう。これ蘇らした途端死ぬとかやめてよ、あぶねえ。まずは自分、まずは自分、ザラキ打ってくんな、ザラキ打ってくんな、ザラキを処理しできないな、ザラキはもうかわしてもらうしかない。よし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 、
で、回復役を2人復活させてなんとかしのぐ作戦でいきますか。やばいやばいやばい、本人がやばい。回復役が死ぬともうきついぞ。またザラキ打ってくる。チャージブレイクだな、ここは。チャージブレイクで瞑想で本人たち回復しよう。右を落とせた。で、もう真ん中行きましょう。あ、ザラキ打ってくるか。ザラキ打ってくるか。ザラキを、仲間を呼ばれるからね、これね。ザラキは処理したい。でも、さすがに、死に、ザラキで即死を食らうようであれば厳しくなる。無意味で回復。次回復をしながら、ギガスラで全体を削って、で、右落とす。で、ザラキが来てるタイミングだけ、乱撃とかでも、あ、まあ、いいや、これ真ん中に入れたい。あ、真ん中に入れたかった。なんで少しでも削ろう。少しでも削ろう。いまいちだけど。よし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 。いいぞいいぞ。で、次回復は瞑想でね。瞑想で。大丈夫か？瞑想で。で、主人公もね、このロトの盾でなんとか回復してってもらわないと厳しいですね。うお、あぶね。あ、やばい。死ぬなよ。死ぬなよ。あぶね。あぶね。マジで怖い。ザラキ来るな。ザラキ来るか。チャージブレイク。チャージブレイク。よし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 。いいぞいいぞ。よし、次ギガスラ入るね。で、ホイミ自分。ホイミがある。ホイミがある。ギガスラ打って。ギガスラ打って。いや、いまいちだ。いまいちきつい。氷結乱撃からの、刃砕きで。真ん中。いや、落ちないね。きついわ。とりあえずもう削るだけ削ろう。瞑想で次回復。常に回復してないと怪しいですね。ちょっとヒャダルコ。あ、よかった。あ、ザラキ怖い。ザラキ怖い。ザラキ怖い。ミスれ。よし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 。あー、運ゲーだわ、これ。運ゲーだわ、これ。また撃ってくるわ、右。とりあえずこれを落とせるね。よし。ただもう世界樹がないんですよね。一人火力ソースがない状態で、次に向かわないといけない。少しでも、チャージブレイクを、なあ、スキルフィニッシュでチャージタイムを稼いで、これで次が、あ、次がボスですね。うわー、来ました。これがですね、もう一人いない時点で厳しい気がするけどな。ジャミラス。これ、ムーンサルとかですね、抜群ですね。で、開幕フバーハ、ああ、打ってない。このフバーハを打っとかないとですね、もう意味ないんですけど。で、ヒャダルコも一応、抜群だったはずだけど38。さすが魔食じゃないと火力が出ない。瞑想で。混乱あるのかよ。誰混乱した？まあ、混乱はしてないのか。あ、してるし。混乱直すのねえわ。混乱直すのない。さあ、ギガスラがどれだけ効くか。おし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 。ギガスラッシュは結構効く。助かる。なら助かる、まだ。ちょっと私んとこの火力ソースが今やられてるって、これきつくねえか。瞑想で、瞑想で、瞑想で。ちょっとこれスローだな。こんな、あー、やられた。氷結乱撃は？よしよし、抜群や。厳しいかな、これ。灼熱。よし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 。なんとかフバーハは、フバーハは効力を発しているようだ。誰が混乱した？ちょっと混乱しちゃったから。こっち。よしよしよし。次回復はしてくれた。いやー、厳しいわ。
ああ、死んじゃった。これは無理くさいな。カードをうまく駆使して。あと主人公一人で倒せんのか。まあでもダメージは出ないっすね。あ、ショック受けた。まあでもリベホイミ効果、よし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 、すぐ復活。リベホイミ効果で自回復しながらできてるから。ただね、あー、だいぶオレンジメーターが見えてきた。やっとオレンジメーターがやっと見えてきた。灼熱92、よしよし、これいけそうだな、一人だったら。 あー、やばい、混乱した。これは混乱対策持ってきたい。まあでも大丈夫、よし、これで薬草を使おう。あと4つしかない。ギガスラ、まあいいか。このわしづかみに合わせられないから、これはまあ、うえ、痛恨きた。ああ、ショック受けた。よし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 。で、次はもうしょうがないから、ここ一回ガード入れて。で、リベホイミ効果が入ったと後に、ムーンサルト。やっぱコンボが組めないから厳しいね。チャージブレイク。ああ、回復終わった。混乱した。大丈夫かな。しかも守備力も下がってるね。よしよしよし、すぐ我に返ってくれる。よし、メーターがついにいけんじゃね、これ。あ、ショック。ちょっとリベホイミがない。リベホイミ効果がない。よしよしよし。薬草も使えるでしょ、まだ。いやー、とんでもない戦いになりました、これ。し、使って。安心安全、安心安全。あれ、なんか回復してるぞ、あいつ。あ、しかもムーンサルト俺に入っちゃう、これ。危ね。うわ、よかった、ムーンサルトで。ああ、もう20単位なら無理ですね、これ。全然チャージブレイク。薬草がない。てかこいつ回復してんだけど、ちょっと代わりだけど月の恵みで回復しようか。しゃあないよね。うわー、ショック。危ない危ない。え、回復すんのこいつ。せっかくメーター見えてきたのに。よし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 。ガード打ちたい、ガード打ちたい、ガード打ちたい。回復しないで、回復しないで、回復しないで。この窓足の瞳、これ打ったら回復する系。ちょ待って、マジやめて、マジやめて。あ、回復しやがった、また500も回復するんだけど。しかもこれ、え、無理じゃねえかこれ。うわー、会心痛い。ちょやばいかな、やばいかなこれ。はあ、これはどこ約束してね。まだ回復するのこいつ。あ、回復終わった。あ、また回復しやがった。これいたちごっこじゃねえかよ。ああ、こんなじゃ。いや、これはもうあれですね。でもまあここまで削ったから、最後はこれ復活の石か。あ、で、これで復活の石発動。え、一人しか蘇んねえの、マジかよ。全員蘇んじゃねえのかよ。ああ、回復された。もう世界中がないんだよこれ。いや、これコンテか。でも復活の石持ってきちゃってるから、これ永遠あれだよね。混乱した。うわー、とんでもない耐久戦になってきた。ああ、また死んだ。あ、1回しか使えないんだ。なるほどね。うわー、全滅いたしましたわ。まあ、しょうがないですね。ここはジェムを使って復活したいと思います。はい。100ジェムで全員を一回蘇らせて、これで、まあ、おしまいにしましょう、もう。これで、ああ、もう一発でしたね。
いやーしんどい、これはしんどいっすわ。まあでもうまく立ち回ればもう少し、まあ、ワンチャンギリギリなんかできた気もしないでもないな。道中ですね。道中死ななければもうちょいいけた感はありましたね。まあ経験値は3200はちょっと非常に、高経験値ですね。そしてあ、そういうことか。女神の指輪はもうスキルフィニッシュ3回で超武器強化素材はもらえたけど、ここでもらえるのかな。ここでもらえる感じかな。おじいさんがくれるのかな。どうだろう。お、俺、あ、もらえた、よかった。女神の指輪を手に入れた。はい、ということでこのサブクエですね、最後、サブクエストマホラット大陸中央エリアのベイナクード、いやーとんでもなかったですねこれ。はい、ジャミラス、裏ボスジャミラス討伐、いやー厳しかった。まあワンコンでしたけど、まあうまくいけばノーコンできそうですね。まあレベルとかをね上げていけばノーコンは全然可能かなと思います。まあもうとんでもなく、もうなんか先が見えないっていう感じではなかったですね。やっぱ立ち回り方ですね。僧侶2人持ってったのにもかかわらず、やっぱ回復が間に合ってなかったのは、まあ早送りですね。道中も早送りしないで、しっかり回復、もう一発食らったら回復していくような感覚で行っておけば、まあだいぶ、道中も安定したかなという感じでございました。はい、まあとにかく裏ボスまではね動画作成できたから、まあなんとか、御の字でございますというところで、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回以降もお楽しみに。ということでさようなら。